どうもお疲れ様です。YouTube の顔出す、顔出さない問題ってのがありますね。うん。まあこの質問をされる方ってね、YouTube をじゃあ続けられるかって言うと結構続けてない例が多いんじゃないかなと思います。まあ顔出すとか出さないとかで悩む気持ちはわからないでもないんですけども、まあなんというかな、そういうことではなくって結局顔を出した方がいいのか出さない方がいいのかってことすらも YouTube の自分のコンテンツとして まあ試していく出していくっていうぐらいのまあ、根性じゃないとね。なかなかライバルに勝つことはできないのかなと思いますね。まあ、これで話が終わっちゃったら身も蓋もないんで、私の立場から申し上げると、それは顔を出した方がいいなとは思いますね。うん、まあ,あのこれね。受け取り手の気持ちになったらってことなんですが。まあ、youtube でね。何か商品を売るとかビジネスをするっていう。前提ならば商売をする。相手お金を払う相手が。 誰か分かりません顔も分かりませんっていう立場の人なのかそれとも顔も名前をさらしている人に対してお金を払って商品を買うのかどちらが受けると思いますかっていうところでシンプルに答えは出ると思うんですよまあでもねインターネットとかその他情報商材というものに関しましては必ずしもね作者の名前とか顔が分からなくても売れるものってあるんですよ。例えば本ですよね 本なんてペンネームで書いていて、しかも筆者が全然出てこないっていうのもありますけども、あの本の内容が良ければ売れるわけですよ。うん、つまりコンテンツ、中身ですよね。中身が良ければ売れるんですよ。だから、同じ内容なら顔出し名前出しの方がいいかもしれませんし、逆に顔も名前も出さないから信用できるってものもあるんですよ。これは何かっていうと、例えばアダルトですよね。あの顔出し名前出しだと、やっぱりね、アダルトな あのテーマっていうのはちょっとね表現できないこともあるんで抑えてる可能性があるんですよねでも匿名で顔も出してないと本当にぶっちゃけて心の隅から正直なメッセージを伝えてくるっていう可能性の方がでかいわけですよあとは政治的なあ情報発信ですよねまあこれはビジネスにつながりにくいとは思いますけどもうん例えばね 政治的な立場ってやっぱ表現するのをはばかられる人もいるんですよでも政治的な情報発信を受け取り,なりたいなと思う場合はやっぱりね A さんという方が顔出し名前出しで情報発信してる際はその人のスタンスがどこにあるのかってことがすごく気になるんですよねどこの政党を基本的には応援してるのみたいなところすごく気になっちゃってあだからこの人はどこどこに忖度した情報発信になるんだなっていうふうに聞き手がね先入観を持っちゃうんですよ まあでも匿名顔を出さなかったりすると本当に情報だけを見ることができますんでこの情報元の人っていうのはどこに属しているとかどこを応援しているっていうところをねあまり考えなくていいんですよね、うん、こういう風にジャンルによってはね顔を出さない名前を出さない方が信用されるっていうものもあるんですよ不思議ですよねで基本的には コンテンツ販売ってことになると、やっぱり顔出し名前出しの方がいいかなと思いますし、それからレビューですよね。私も最近ね、こういった USB ケーブルのレビューしたんですけども、これは、あの、確かに商品がメインなんで、誰が紹介してるかわからないよりもわかった方がいいと思いますけども、でもね、誰が紹介してるかわかんなくても、この商品そのものが良ければあ、紹介する人がね、顔出し名前出ししなくても良かったりするんですよね。まあ、こういうふうな形で、えー、電子機器っていうのはね、ガジェットっていうんですけども、 このガジェットに関してはどっちも売る方法があるって感じですかね。まあですんで自分のやりたいテーマでお話しするときに 顔出した方がいいのかな名前を出した方がいいのかな名前を出すにしても実はペンネームの方が売れるんじゃないかなってことでペンネームをねあの頭を使って作り上げていくみたいなのもありますよね、まあ、例えばねそのインターネット大学みたいな感じでペンネームをつけた方があインターネットのこの人専門家なのかなみたいにね思っていただけることがあると思いますし、えー、まあ YouTuber 大学みたいな感じでねあのペンネームを書くとあユ YouTube に詳しい人なんだなっていうようなあの先入観をいただけることがあると思いますからね。 まあ最大の,あのミステリーは聞いた人がやらないってことなんですよ顔出した方がいいんですか出さない方がいいんですかって聞いた挙句やらないもしくはあんまりやってないって感じですよねそこじゃないですかね問題はじゃあいってらっしゃい